互いに武器を受け渡しながらの戦い、興味深い戦い方だったよ。中途半端だけどね。技の威力もまだ足りない。物にするにはしばらくかかりそう。いや、俺が言いたかったのは技や力のことじゃないんだ。え？違うの？人間とブレイド、その結びつき、絆みたいなものか。それに興味が湧いた。私たちの絆？俺たちの本来のあり方、そんな気がしてね。ですよね。ラウラ様ったらいっつもシントばっかり。私とはたまにしか連携してくれないんですよ。ひどいと思いません？そんなことないでしょう。平等よ、平等。二人とも私の大事なパートナー。分け隔てなんてしてません。本当ですか？焼いてるんだよ、霞は。同調歴は俺の方が長いから。そうなの？よし、わかった。じゃあ明日から霞が先手。どう？やったー。いいよね？俺は別に構わないよ。ねえ、覚えてる？以前アーケディアに行った時のこと。どう見えた？どうって、あの人？そうね、一言で言えば人間らしい人間。偽りの仮面で心を守っている。素直に興味はある？別に。人間なんてみんなあんなものでしょ。痛いところをつくね。しかし彼のアーケディアでの功績はなかなかのものと聞く。昨年来の難民保護政策も彼によるものだそうだが。偽善者っていうんだっけ？その類なんじゃない？ならいいのだけどね。笑ったの？気づいた？いや。あの人もしかしたら楽しんでいるのか。何を？今のこの世界。興味深いね。そう感じたから私をわざわざ引き合わせたんでしょ。救うに値しない？あなたがそうしたいと思うのなら協力をする。値しないのに？それを決めるのは私じゃない。
あなたたち人間よ。ああ、あの時のことか。覚えてるよ。それが何か。ミノチの言葉が気になってね。メツのことを語っているはずなのに、マルベーニのことを語っているようにも聞こえた。なるほど。もしメツの行動がマルベーニの、あなたたち人間の願望だとしたら。まさか。ねえ、メツを倒したとして、その後はどうするの？どうって、ユーゴに言ったように国に帰って畑でも耕すさ。今年はホルタの収穫ができなかったからね。あなたはそれでいいかもしれないけど。ん？他の人はそれで収まるのかしら。この男、コアの回収ついでに拾った。手駒だった男だろう。お前の求めに応じてコアのブローカーをさせていたに過ぎない。クズ同然の人種だ。それは否定せんがね。どうするというのだ。クズであろうとゴミであろうと使い道はある。以前お前に伝えた計画、そろそろ実行に移そうかと思ってな。そんな、ブレイドイーターか。強くなるよ、何倍も。マンイーターなど火ではないほどにな。制御はできるのか。何、できなくとも心配はいらん。所詮は最初の試作品、早晩組織が崩壊して死ぬ運命だ。聞けばイーラの秘宝と因縁があるそうじゃないか。いずれ役には立つさ。イーラか、やはり気になるか。メツが、その後のことだよ。